エリア分けブロック分け実はされておりまして、はい、ガスの供給エリアはですね、はい、で、震度が大きい場合、一定の震度以上がある場合は、そこのブロックのガスを、バサッと止めると、そういうふうな仕組みになっております。そうすることによって、万一の場合の、まあ、事故ですとか、はい、を抑えるというふうな仕組みになっているということでございます。それが11万個、はい、そういうことでございます。それを今、平線にも回ってるんですかね。そうですね、はい、まずはあの平線ということでガスの線を、お家のご家庭の、はい、あるいは事業所のガスの線を示させていただきまして、その上で、道路に埋まっているガス管、はい、こちらの方に、被害がないか、はい、でもし被害があれば、修理をするということをした上で、問題がない地域から、ガスの回線、線を開けさせていただくということを、うん、まあ、順次進めさせていただいているということでございます。はい、それぞれのおうちのガスの回線、はい、線を開けますということで、回らせていただきまして、はい、お家の中のガス管に、はい、異常がないかということをしっかり確認させていただいた上で、ガスを、開ける、はい、お使いいただける状態にするということをしております。回らせていただくんですけれども、はい、ご不在の、ご家庭がやはり非常に多くございまして、はい、でその場合はですね、我々そのお家の中のガス管に問題がないという点検をする作業ができないので、そういう場合は、回線に上がらせていただきましたけども、はい、ご不在でしたので、はい、ご連絡くださいというご案内を、うん、投函させていただくということになってございます。はい、はい、こちらに連絡の仕方が書いてるんですけれども、はい、そして QR コードでも一応できるわけですよね。ご覧いただけますので、そこを押したらいろいろその申し込みのフォームが出てくる。そうですね、お名前入れていただいたりとか希望日を入れていただいたりみたいなフォームが出てまいります。そしてもう一つが電話受付ですかね。そうですね、お電話でお受付することもできます。あ、なるほど。はい、おそらくね、電話もかかりにくかったりするんじゃないですかね、結構。そうですね、まあ、震災地震があった直後なんかもやはりまあ繋がりにくい状態もございましたので、ですよね、はい、まあ、インターネットでお申し込みいただきますと、はい、スムーズにお手続きいただけるかというふうに思っております。もうこれは言うてみれば別に電話で申し込んでもインターネットで申し込んでもそんな変わり、そうですね、ラグがあるとかそういうのじゃなくて、そうですね、いつお伺いできるかというのはどちらでお申し込みいただいても同じでございますので、はい、まあ、お手軽なインターネットでお申し込みいただいても結構でございます。